好、英語でこんばんは、ハルケです。今回はセンチュリオンズペドリを使っていきたいなと思います。スキル、逆足ともに4の選手になります。で、意欲ね、どちらも高い高いっていうのが素晴らしいなというふうに思います。まあ、小柄な選手でパスとドリブルに秀でた選手になります。ペースと守備かなが、まあ、特に結構上がったかなっていうふうには思うので、ちょっと楽しみな選手になりますね。で、今回、ケメストリサル、シャドウをつけて、使っていきたいなというふうに思います。じゃ、それでは、試合に行きましょう。さあ、当たりましたんで、行きます。ペドリね。やれんのかと。やれるでしょ、ペドリは。かっこいいよね、やっぱペドリ。使ってみたいと思わせてくれる、まあ、選手だと思います。値段は30万ぐらいかな。で、買えますね。まあちょっとペドリね、あまりリーグ戦は怪我で出れてない中、どうなんかと特殊来ましたけど。で、今回は、どうしよう、4321の RCM でいきたいと思います。4321ね。4321の RCM だ、こっち側ですね。ここかな、これで4か。あ、この前です、この前。おったあ、やばい、終わった。出しあげ、あー、神ヘア、神こうかな。おーっと、いいよ。一応ティキタカのプラスがついてるので、まあダイレクトのパスが精度落ちずって感じかな。もちろん普通のパスもうまいです。あ、うまっ。ペドリらしいな。3人目のね、ラストパス出す人へのパスっていう。今ちょっとペドリらしかったね。素晴らしいですよ。あっ、惜しい惜しい。いいよ、ラッシュラッシュ。ナイスペドリ。守備もね、守備力上がってるから。いいよ。ちょっとダイレクトのパスがね、どれだけずれないか。おい、これ敵だか。敵だが来た。今のは敵だがですね、完全に。お、これも通るもん。今のとか結構相手にロドリゴ疲れてたけど、謎に通った。逆に惜しい。緩やかなボールがいきましたね。まあまあまあ、ロングシュートはそこまでかな。こう飛び道具的なのはあまり持ってはない選手かと思いますね。本当にパスのうまさですね。あとドリブルの軽さか。まあ、中盤としてはもちろん攻撃をね、操る上では非常に大事な部分ですから、パスとドリブルは。ナイスキー。え、今止めてたよね。クリアしたけど、全然クリアしひんかったぞ。おい、透明なってるぞ、うちのディフェンダーとキーパーが。誰やった、ルークショーやった。一応四角は押してました、押してたつもりだったんかな、押してましたけどね。しかしクリアせず、多分テアがごちゃっとなってきたんやな。うん、かなり厳しい。さあ、ペドリから攻撃を作っていくよ。ペドリから攻撃作っていくよ。あ、パスうまくない、ペドリ。ペドリパス素晴らしいですね。素晴らしいもの持ってますわ、やっぱりペドリのパスは。バーンズ惜しいよ。いや、惜しい。ディマリアいいよね、ほんと。あっと、今のがなぜパス判定になるのかがちょっと分かりません。やばいよ、来るよ、返せ。よし、ナイス。バランナイス。ちょっと待って、これバランがそのまま行ってるぞ。
や、惜しい。ちょっと意図した感じではなかったですが、いや、取りたい取りたい。ちょっと待って、ルークショーはやばい。あぶねあ、オッケーオッケー、いいよいいよいいよ。もうルークショーでラウールは絶対止めれんから。ルークショーで、あ、これフリーキックやばいじゃない。ラッシュゴール入ってけ、頼むぞ。おい、ナイスキーパー、ナイスキーパー。うわ、怖いな。もう直接入れられてるからな。オッケー。いや、何それ、マジナイス、マジナイス。さあロドリゴ、これ1点いきたいな。ペドリ使って、いや、あ、ペドリ、はあ、おお、ペドリナック、決定力、いや、決定力は高いのよ、決定力は高いのよ。ペドリで狙ったるか。でもそんなうまくないよな、コーナーは、コーナーはそんなにうまくないっていう。ここら辺ですか、狙えるか、ペドリ。あ、おおすごいな、キーパーがパンチングすごいです。いや、ペドリ、あれ決めれたらもう素晴らしかったんやけどな。そう、決定力が高い、冷静さはめちゃ高い。バーンズはもうテクニカルだから、もうこれやっときゃ、これやっときゃええから。バーンズはプラスついてんだから。怪我してるやん、ペドリ。オッケーオッケー、ナイス。いや、これ決めてほしかったな。でもここのドリブルの細かさは、クルトはおかしない、手どっから出てきてた、今肩から出てきてたぞ、肩から出てきてたって。完全に真横にあんのに、あんななるかね。ちょっとでもクルトはマジ強いよね、クルトはマジ強いわ。これバーンズ絶対真ん中ちゃうわ、適正。後半から変えよう。おお、ちょっとそれやめて。あ、シソコだ、こいつ早いぞ。マジでそれ入んの、ありえんな。なんでテア出ていったあれ。やっぱね、テアも強いけど、正直クルトワが最強な気する。マジで強い、クルトワ。弱シュート弱ウデゴ、あ、ペドリ、うわあ、惜しい。まあ、サネッティ、まあ、取るか、アイコンやしな。オッケーオッケー。いいよ。オッケー。マジ、クルトは最強だわ。ラリーガやったらもう一番クルトやな。クルトはテアかな。で、ルークショー変えましょうか。さすがにね。で、バーンズは絶対ちゃう。まあ、これでいいか。ペドリの良さは結構見せれてるかなと思います。前半終わってね。パスは本当にずれない。ダイレクトでも。非常に中盤としての役割。いいね。パスやっぱすごいわ。パスはやはり一級品ですね。
惜しい。ペドリのパスでちょっと2点返したいね。シソコ早いよ。冷静さ74とは思われへん。オッケー、ナイキナイキ。ちょっとそんなんやめて。どうなってん。あー、ナイスデヨング。フレンキーデヨングマジナイス。打って、危ない。ポストに上がって激突しながらゴールです。四角押してる。打てて、あ、ナイス。完全四角押したけどね。わっつ、あ、いや、なんで抜け出さへんの。いや、取りすぎだろ。むちゃくちゃ取ってる、くるぞ。取れた。ナイス。あ、ペドリのパス、ダイレクトのパス。あ、ワンチャン。ほら、ペドリのパスがすごい。うわマジで超短うまいから。ラッシュ引き取って、引き取れただろ今。マジで長短のパスうまいのよ。オフオフ、ガチで長短のパスね。これ危なかったわ。素晴らしいですねパスは。あ、ポストに当たってたんかこれ。それは厳しいな、確かに。テアも嘆いてるよ。だ、パス、マジでうまい、パス。いやー、惜しい。マジでうまいな、パス、ペドリ。やばいな。かなり厳しいところでも通してくれるぞ。うわ、それやめて。取れた。うわー、それ勝って、あ、あー、あれ勝手に取るんか。あっと、サネッティ CM？ OKOK。 それは無理、それはさすがにちょっとやりすぎよ、ラウール。いくらラウールやるても、あんなん入ったらもうそんなん無理です。おい！どうなってる？バーンズ。レッツゴー。ロバーツソン。アンドリー・ロバーツソン。ロドリゴ。ペドリ。わあ、ペペ取れた。3人で囲んでんのになぜ誰も取らないんだ。オッケー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 。手を手を、パス悪いな。ああ、いや、ゴリゴリやな。オッケー。めちゃくちゃ怪我するな。いや、オッケー。よし。あ、早すぎや。あ、よし。おい、出すで。三角押してるぞ。三角押してるのになんで？オッケーオッケー。ボール来てるぞ。ボールこっち来てる。今チャンス。あ、PPK じゃない？
PK ない、絶対ダッシュやもんこれ。手を神きたー、バーンズバーンズ行き過ぎた、ほんま来るとは最強やな。オッケー、いけるぞ、中入ってこい。なんであれほんな遅いの、中入んのが。オッケーオッケー、相手センバー上がってたぞ、チャンス取ったらチャンス、ペドリ回せ、ペドリペドリ、前は腕でこう、ちょっと、あっよし、オッケーオッケー、ペドリに渡せ、ペドリが何とかしてくれるぞ、パス、お、やっぱりペドリが何とかしてくれた、きたきた、ミス、なんで早く打たへんのあれ、あ終わった、遅くないラッシュ打つの、最後アウトカーブでいけたんちゃうんか。まあまあまあ GG ですよ。ペドリはすごいわ、めちゃくちゃパスうまい、むちゃくちゃパスうまい、あの本当に最後のラッシュへのパスもそうやけど、ラッシュ、うん、そう、ラッシュ、めちゃくちゃ疲れてて、なおさら、相手の後ろに隠れてたのに、ラッシュが頑張ったというより、やっぱペドリのパスやからラッシュが反応したみたいなのは絶対あると思うんですよ。で、何回かロドリゴへのスルーパスも全部通ってるし、パスミスっていうのはほんまになかったんちゃうかな。だから素晴らしい。でドリブルも軽いし、まあシュートは決めきることは難しいとまでは言わないけど、めちゃくちゃ決定力が高いわけではないですね。冷静さ高くて決めきれるシーンもあるけど、うん、ただ決定力以上には決めてくれるけど、そこまで決定力が高くないかなっていう感じなんで、本当にパスとドリブルがうまいなっていう風には感じました。まあ守備はそこそこかなっていう感じなんで、まあ気になる方はぜひ、使ってみてほしいなという風に思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録高評価お願いします。それではバイバイ。